皆さんこんにちは森川ゆかりさんといえば名曲「s h を世に送り出し一躍トップシンガーへと駆け上りました美しいルックスと歌声で一世を風靡していますまた森川ゆかりさんは歌手以外もタレントやリポーターとして活躍されておりマルチな才能を開花させていますそんな森川ゆかりさんの現在の姿が話題になっています今回はこれまでの経歴と私生活そして現在の姿も併せてご紹介していきます 森川ゆかりさんは1963年4月12日生まれの現在60歳で東京都葛飾区出身です本名は伏せゆかりさんといい歌手の伏せ明さんが夫です森川ゆかりさんは姉御肌でさっぱりした性格で歌手としては類まれなる歌声の持ち主として誰からも愛されていますそんな森川ゆかりさんの学生時代はスポーツ少女だったようです埼玉市立競泳中学校では軟式テニス部に 私立文教学園女子高校ではソフトボール部に所属していましたその後一橋外語学院を卒業後株式会社日音に入社していますこの会社は音楽出版社で自社オリジナル作品の開発や著作権の管理その他アーティストのプロモーションを手がけています音楽にまつわるあらゆる事業を取り扱っている会社です森川ゆかりさんはこの会社でコンサートやライブステージのスタッフとして業務していたようです 森川ゆかりさんが歌手としてデビューするに至ったのはこの会社での打ち上げでの出来事でした毎回カラオケでプロ並みの素晴らしい歌声を響かせていた森川ゆかりさん。美しい美貌の持ち主であったこともあり同僚から芸能界デビューすることを勧められたそうです同僚の言葉に会社員から一念発起した森川ゆかりさんは佐藤筑前さんのボイストレーニングを受け本格的に歌手を目指すことになりました 1984年にポッパーズ MTV のアシスタントとして芸能界デビューを果たしています。その後、1987年には歌手デビューも飾った森川ゆかりさん。ファーストシングル「雨のカルメン」をリリースし、ライブにも精力的に取り組んでいました。そしてついに運命の楽曲と出会うことになるのです。同年10月に発売したセカンドシングルである「s h は、森川ゆかりさんの代表曲となります。t b s 系ドラマ 男女7人秋物語の主題歌として起用されたことで爆発的な大ヒットを記録します瞬く間にトップシンガーへと駆け上った森川ゆかりさんは親しみやすい性格もありお茶の間から高い人気を得ることになりました出演したバラエティ番組では持ち前の明るさやさっぱりした性格が見事にはまり抜群の知名度を獲得します波に乗った森川ゆかりさんはテレビドラマや CM にも次々と出演を果たし一躍脚光を浴びることになったのです クイズ世界は商売商売やテレビドラマ「毎度ごめんなさい」に出演しておりタレントや女優としての才能を開花させています1995年には ABC テレビの番組「朝だ生です旅サラダ」でリポーターとしても活躍していますベトナム取材を堂々とこなしたことで当時大きな話題になりましたこの番組を皮切りにレポーターとしての才能を見出された森川ゆかりさん同年4月には フジテレビ系スペシャル番組で南米のチリやペルーなどの取材にも挑戦していますさらに同年6月には世界気候ドキュメンタリー番組「世界ウルルン滞在期」でブルガリアにも渡っていますバイタリティあふれる姿にはリポーター森川ゆかりがお茶の間に浸透するのに時間がかからなかったようですその後も歌手活動に加え女優やリポーターとしてさまざまな番組に出演されています輝かしい芸能人生を歩んでいる森川ゆかりさんですがプライベートも気になりますよね 前述した通り、2013年の4月に歌手の伏瀬明さんとご結婚されています。森川ゆかりさんは50歳、伏瀬明さんは65歳での結婚は、当時かなりの熟年結婚としてメディアに多く取り上げられました。伏瀬明さんは結婚発表に際して次のようなコメントを公表しています。この度私、伏瀬明と森川ゆかりは入籍することと相なりました。新しい事務所も立ち上げましたので、協力して頑張ってまいる所存でございます。 一方で森川ゆかりさんも次のようにコメントしています二人寄り添い歩いてまいりますのでどうぞこれからもお力添えのほどよろしくお願い申し上げます誰もが知る大物カップルが誕生したことに世間から大注目された布施明さんと森川ゆかりさんここで布施明さんについて簡単に経歴をご紹介します布施明さんは1947年12月18日生まれで東京都三鷹市出身です1975年に名曲 「シクラメンの香り」が大ヒットし一躍時の人となりました日本レコード大賞や日本歌謡大賞 FNS 歌謡祭最優秀グランプリなど名だたる賞レースで他を寄せつけずそうなめにしていますその圧倒的な歌唱力を武器に人々の心をつかんだ布施明さんプライベートでもお茶の間を騒がせています1980年にイギリス人女優のオリビアハッセイさんとご結婚されていますその後長男にも恵まれています 国を越えて育まれた愛に世間からは大注目を集めていましたしかし幸せな結婚生活は永遠には続かず1989年にピリオドを打っていますこのような経緯があり伏瀬明さんは森川ゆかりさんとは再婚になりますお二人の馴れ初めはどんなものだったのでしょうか伏瀬明さんと森川ゆかりさんは長年友人として付き合っていました伏瀬明さんが離婚した後はたびたび仕事で顔を合わせるようになったそうです 友人関係だった2人が恋愛関係へと発展したきっかけは布施明さんが初期の大腸がんで手術をした時でした森川ゆかりさんは常に布施明さんに寄り添いサポートしたそうですそんな森川ゆかりさんのけなげな姿に布施明さんも心打たれ恋愛対象に変わっていったと言われています布施明さんの大腸がんも無事に解放へ向かい2人は一気に急接近しました自分の人生には森川ゆかりさんがなくてはならない大きな存在だと確信しプロポーズしています その後はお互いのライブで鑑賞している姿が目撃されています森川ゆかりさんのバースデーライブで熱視線を送る布施明さんと布施明さんのライブで優しい眼差しで見守る森川ゆかりさんの姿がキャッチされていますまた2011年末に森川ゆかりさんが発表した25周年記念アルバムの収録曲で布施明さんがバックコーラスを担当されるなど仕事でも共同作業をしていたようですこうして順調に愛を育んだお二人は見事にゴールインし 幸せな結婚生活を送られています熟年結婚だということで子宝には恵まれていませんが人生の伴侶を得たことは何よりも代えがたいことでしょうお二人はお子さんを授かることはできませんでしたが前述したように布施明さんにはオリビア発生さんとの間に一人息子のマクシミリアンさんがいますマクシミリアンさんは現在アラホーで布施明さんに似ていてかなりのイケメンです俳優や歌手として活躍している情報はないので 父親とは異なる人生を歩まれているのでしょう離婚したことで親子のつながりはなくなってしまったのか気になりますが真相は分かっていません芸能界を代表する歌手として活躍した森川ゆかりさんですが現在も歌手として活動しているのでしょうか結論から言うと現在は芸能界でほぼ活動していないようです2011年を最後にシングルやアルバムも発表していません2013年に布施明さんがご結婚されてから 第一線から身を引いていてるようです現在は複数の資格を取得し抜群の知名度を生かして教室や講演会を開催していることが分かりました一つ目は以前から興味のあったアクアセラピーの資格です30代の頃から通常の水泳方法に加えてアクアセラピーを取り入れたようです2007年にはアクアセラピー研究所の認定インストラクターの資格も取得していますその資格を活用しスポーツクラブで指導を行っていますアアクアセラピーに加えて 健康系の資格も取得しています健康食育検定協議認定「培国イ,インストラクター」の資格を取得していますこの資格を活用し健康に関する講演会を開催しているようです布施明さんが大腸がんを患ったことで人生観が変わりより健康に対して敏感になったことが資格取得のきっかけといえそうですね森川ゆかりさんの探求心はそれだけに止まりませんその他にも健康に関する資格取得に余念がないようですいかがでしたでしょうか トップシンガーとして大活躍した森川ゆかりさんは私生活でも晩婚ながら幸せを手に入れました現在は数々の資格を生かしてインストラクターとして活躍し第二の人生を布施明さんと共に歩まれている森川ゆかりさん今後の活躍も期待されますねいつか表舞台に戻ってあの素晴らしい歌声も聞かせてほしいです最後までご視聴ありがとうございましたこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします それではまた次回の動画でお会いしましょう。